ヤブ医者の言葉を信じることはできません。脳性麻痺でずっと車椅子に乗っていた女性はある日日本人医師に不思議な話を聞きました。まだ歩けると言いながら近づく医師。彼女の家族はその話を聞いて全員がその病院に押しかけました。そこで何かを見た彼女の母親はショックで床に倒れてしまいます。彼らにはどんな事情があるのでしょうか。お便りを一緒にご覧ください。 こんにちは。私は23歳のオーストラリア人、ジョイと申します。私はつい最近まで脳性麻痺を患っており、本当に悲しく辛い生活を送っていました。私が生まれた時、私の家族はこの世のものを全て手に入れたような気分だったそうです。両親は結婚して5年後に私を産み、 私が生まれてから家族が完成したという気がしたと言いました。私は他の子供たちのように生後1年ほどで歩き始めよく走るとても元気な子に育ったそうです。でも4歳くらいから庭でよく転ぶんです。せっかちでそそっかしい性格でちゃんと前を見ていないせいだと思っていた両親は危険だといつも注意してくれました。でもある日ベッドから起き上がれなかったそうです。 その時も両親は、私があまりにも無理して遊んでいたため、筋肉痛や一時的な成長痛だと思っていました。しかしその翌日、足に力が入らない姿を見て驚き、病院に連れて行ってくれました。ところが、病院で両親は、静天壁歴のような知らせを聞いたのです。脳性麻痺という診断結果だったんです。症状はますますひどくなるという話を聞き、 両親はその衝撃で何も考えることができなかったそうです。私の足がもっと硬くなって体が歪む前にリハビリやマッサージなどずっとケアをしなければならなかったんです。そのようにして私は学校入学前から車椅子に乗り始めました。私の記憶では幼い頃遊び回った記憶がありません。最初から歩けずに車椅子で生活していたようでした。 でも両親は赤ちゃんの時自分たちに向かって走ってきた私の姿を覚えていたのでたまに昔の私のことを思い出してさらに悲しんでいました両親は私が障害者学校ではなく一般学校に通うことを望んでいました足が少し不便なだけで一般の障害者たちと私は違うと思っていたようです実は他の人の目には私は障害者でしたが 自分の娘が障害者とは違うという両親の思い込みだったのです。とにかく私は両親のそういう考えで一般の学校に通い始めました。当然学校に通い始めた日から私は全校生の関心を集めました。朝晩両親が教室まで送り迎えに来ました。学校では先生がペアを決めてくれて。 その友達が昼休みや移動をするときに私を助けてくれました。家に帰ると両親は私に学校生活について尋ねました。最も興味を持っていたのは誰かが私をいじめたりからかったりしないかでした。入学前からそのような話をうんざりするほど聞いていたので私が傷つくのではないかと心配していたようです。しかし幸いなことに小学校で私をいじめたり からかったりする友達はいませんでした。みんな担当の日には最善を尽くして私を助けようとしてくれました。今考えてみると子供たちが自ら障害者を助ける経験でやりがいを感じていたのではないかと思います。そのためもっと気を使って良くしてくれたんじゃないかと思います。うちの学校に特に悪い子がいなかったのかいじめる友達もいませんでした。 しかし、だからといって、特別に親しい友達を作ることはできませんでした。他の友達は、仲良い友達ができて、仲良しになって、一緒に家にも行ったり、アイスクリームも食べに行ったりしていましたが、私は学校が終わると、すぐ両親が迎えに来てくれたので、学校ではないところで、 友達に会ったことがありませんでした。ところがある日、私にも友達ができました。その友達は中学校に入学してすぐ知り合ったソフィアという友達です。私は中学生になって新しい学校に通うのが本当に嫌でした。きっとすべての子たちが私が通る旅に見て驚くはずなのに、そんなものを見なかったふりをしなければならないというのが本当に大変だったんです。 ぎこちなくて不便で、休み時間にもできれば、動かずに教室にだけいたんですが、その時、同じクラスだったソフィアが、私に先に近づいてきたんです。可愛く微笑みながら、声をかけてくれる姿に、私も初めて笑うことができました。そのように、私たちは友達になりました。友達とはいえ、実は私が全面的にソフィアに助けを受ける立場でした。 ソフィアは嫌なそぶりもなく、私を助けてくれました。代わりに活動的な授業をしなければならない場合や、他の友達と約束があるようであれば、私は勝手に抜けてあげました。正直、私と買い物に行ったり、美味しいものを食べに行ったりすると、ソフィアがとても大変になると思ったんです。 それで他の友達のようにソフィアと一緒に学校の外で遊ぶことはできませんでした。ソフィアに彼氏ができたりするとその時はソフィアにあまり会えませんでした。そして彼氏と別れると私の家に来て泣いたり彼氏の悪口を言いながらまた親しくなったりしました。正直後でちょっとイライラしたりもしました。私だけソフィアのことを待っていて ソフィアは自分が必要な時だけ私に会っていたからです。しかし、それでも唯一私と話をしてくれる友達だったので、自らを慰めながらも、ソフィアには残念だという素振りも一度も見せたことがありません。残念ではありましたが、一方では家族でもないのに。 こんなに面倒を見てくれるということが、いつもありがたかったです。ところがある日、学校で小さな年末パーティーがありました。私はソフィアに行ってらっしゃいと言いました。すると父は学生たちが集まるパーティーなのに、私はなぜ行かないのかと聞くんです。私は参加することすら考えたことがなかったんです。そんな席には、私は行けないと思っていました。すると母は、もう友達とぎこちない関係でもないんだから。 パーティーに参加してみるのはどうかというのです。そして母が直接連れて行ってあげるから一度行ってみろと強く説得するので私は大きな決心をしてパーティーに参加することにしました。私が行くということを知ったらソフィアも驚くと思うので私はわざと話しませんでした。パーティー会場で私を見てびっくりさせたかったんです。それで母に入り口で降ろしてくれといい。 私一人で友達のいる場所へ向かいました。でも、そこで私は、とてもショックを受けてしまいました。友達の間に、ソフィアがいたんですが、友達は、ソフィアになぜ私の面倒を見てくれるのかと聞いていました。私は近づくことができず、陰で静かに話を聞くしかありませんでした。ソフィアは、学校だけで面倒を見てあげれば、他のことは気にしなくてもいいから、そんなに面倒ではないよ。 しかも、ジョイの両親が、私にありがとうってたまにプレゼントを用意してくれるの。それに比べると、車椅子を何回か押してあげることなんて、大したことない。たまに家に行けば、もっといろんなものをくれることもあるし、私のことを何も思ってないみたいだし、いつも私に合わせてくれるから。 友達だと思う必要もないし大丈夫、というのです。私はとても驚いて、すぐに帰ることもできませんでした。あの時ほど、私が歩けないということが、恨めしかったことはありませんでした。 急いで戻ろうとしたら、車椅子は言うことを聞かず、結局、ソフィアに見つかってしまいました。ソフィアも慌てたのか、家に帰ろうとする私を止めませんでした。その日、私は家に帰って、一晩中泣きました。これまで私をたくさん助けてくれたソフィアに感謝し、 それでできるだけ迷惑をかけないように努力していたんです。その一方で私は本当の友達だったと思っていたのですが、結局ソフィアは私を友達だと思っていなかったのです。ちょうど冬休みが始まったので、とても良かったです。学校に行かずに。 家にいることができたからです。私は、新学年が始まる前まで、ずっと家の中に閉じこもっていました。数年間受けてきたリハビリにも行きたくないと叫んだため、理学療法士の先生が、家に直接来て、私の硬くなっていく筋肉をほぐしてくれました。私は、部屋の中に閉じこもって、携帯だけ見ながら、時間を過ごしました。そうするうちに有名だという日本のアニメを見て、何か恍骨感を感じ、 すっかりハマってしまいました。そして私は日本という国自体に大きな関心を持ち始めました。なぜなら日本は障害者に対する認識水準が世界最高だという映像を見たんです。そのように関心を持ってみると日本の良いところばかり目にはいるんです。 その時の私の願いは、たった一つ、直接日本へ行ってみることでした。両親は毎日引きこもっている私のことを心配していましたが、私が日本に対して興味を持ってから、また笑顔になって、何かに関心を持つようになったということを、本当に喜んでいました。 そして近くにあるジャパンタウンを調べてみました。すぐに日本に行くことはできなかったので、間接的にでも経験できるようにしてあげたいということです。私は初めてジャパンタウンに行くという知らせに、とてもワクワクしました。最初は両親が一緒について行ってくれました。いつも映像だけで見ていたところに、実際に行ってみると、胸が高鳴り、私が憂鬱に過ごしていたことが、 嘘みたいな気がしました。立ち並ぶ食堂の中の一つに入りました。日本人の店主は私たちを見て親切な笑顔で車椅子が座れる席を案内してくれました。そして何か不便なことはないかと聞いてもし不便だったら遠慮なく家と言いキッチンに入っていったんです。私は実は日本人を初めて見ました。映像だけで見ていたのですが実際に見て少し緊張しました。 不思議な気持ちで、その日は一日中歩いて、日本のお菓子やラーメンなどをたくさん買って帰ってきました。両親も私がきっかけで、初めて日本の文化に接しましたが、ますます気に入ったようでした。その日、以後も私たちは、よくジャパンタウンを訪ねて、美味しい食べ物を食べて、 楽しい時間を過ごしました。そうやって過ごすうちに、私は少しずつ心の傷も癒えていきました。私が必ずしも一人の友達に執着して傷つく必要がないということを知り、私が好きな日本文化を一つずつ体験しながら、楽しさを見つけることができるということを悟ったからです。これから私一人で行ってみようと。 挑戦するようになりました。ある日、祖母の家に用事があると言って、両親はジャパンタウンに行けない日があったのですが、私ももう子供ではないので、一人で挑戦してみようと思ったんです。そして、初めて一人でバスに乗って出かけることになりました。もちろん、初めての一人での外出だからか、すごく緊張し、不便でもありました。 でも、私は十分に一人でバスに乗っていくことができました。ジャパンタウンで、私の好きなうどんを食べたいという切実な気持ちが、こんなに役に立つとは思いませんでした。そのように、その日以後、私は一人で挑戦することが多くなり、できることも多くなりました。 それからというもの、自分が行きたい時に一人で日本を楽しむために外出するようになったんですが、ある日私があまりにも無理をしたのか、足が前よりも硬い気がしました。しきりに足に勝手に力が入って、かかとがつかないんです。その時、ちょうど私の目に整形外科が見えたんです。 ジャパンタウンで毎日食べて遊んでばかりで、病院は利用したことはなかったんですが、その日は理学療法を受けないと動けないと思い、すぐに病院に入りました。そして理学療法を受けました。ところが、これまで私が受けてきたものとは違って、体がさらにほぐれて楽になった気がしたんです。それで、それから日本の病院に移ることになり、何度か病院を訪ねました。 ところがある日、お医者さんが次は両親と来てみてとおっしゃったんです。 私は、それを聞いて、とても怖くなりました。私の体が、少しずつ悪くなっているのは感じていたのですが、両親と一緒に来いということは、それが事実だという気がしました。家に帰ってきて両親に話し、翌日一緒に病院を訪ねました。すると、お医者さんが母を見て、うちの理学療法士が、理学療法中に、お子さんは、脳性麻痺ではないと思ったそうです。 何か症状が違うようだと言って、検査をもう一度受けて欲しいそうですとおっしゃったんです。私の家族は皆びっくりしました。今まで脳性麻痺と診断され治療を受けていたのですが、脳性麻痺でなければ一体何の病気なのでしょう。母はすぐに検査を受けることに同意し、私たちは一週間後に結果を受け取ることができました。 そして結果を見た母はショックで倒れました。私の病名は脳性麻痺ではなく瀬川病だったんです。数十年前に日本人医師によって初めて報告されたこの病気は 無意識に筋肉が収縮するので異常な姿勢になるのです。それでパーキンソン病や脳性麻痺と誤診されることが多いそうです。私のように脳性麻痺と診断されると適切に治療ができず、結局は脳性麻痺と思って生きていく場合があるということです。私の家族は皆結果を聞いて手足が震えるほど驚きました。 セガワ病は治療が可能な病気だったんです。これまで私が経験した数多くのことが思い出され、とても悔しくて悲しかったです。そして一方では、日本の理学療法士に会わなかったら、何も知らないまま、一生このように生きていただろうと思い、鳥肌が立ちました。私は、それ以来治療を受けており、6ヶ月経つ頃には、一人で立つことができました。そして、今では、車椅子なしで、 杖だけで散歩ができるほどです。来年は家族みんなで実際に日本に旅行に行く計画を立てています。私の命の恩人のような日本に行けるなんてとても夢のようで幸せです。私に何をしようとしているんですか交通事故で体を動かすのが不便になった外国人女性がいます。 友達の勧めで訪れた小さな病院で衝撃的なことを経験します。何かを持って近づいてくる日本人医師を見た彼女は叫びながら飛び出してしまいます。彼女の事情を一緒に見てみましょう。こんにちは。私は26歳のドイツ人ラウラです。ドイツで生まれ育ちましたが、1年前から日本に住んでいます。 私が日本に初めて来たのは旅行をするためでした。私は日本が私の人生で初めての海外旅行先でした。高校を卒業して休まずに仕事をしてきたのでお金をかなり貯めたんです。実は父が祖母が亡くなった後も祖母の家を売っていなくて私は一人で祖母の家に住んでいるんです。そのため給料をもらったら特にお金を使うところがなかったんです。 毎回、休暇の度に旅行に行こうと思うのですが、行きたいところもないし、一緒に行く友達もスケジュールが合わないので、ただ、ホテルのようなところで、楽に数日間休んだ方が良いんです。そんなある日、何も考えずに、ドキュメンタリー番組を見ていたら、日本についての特集でした。私は、完全にその映像にはまってしまい、山と海、美しい自然と、動物たちに目が離せませんでした。 そして私は日本へ行くことに決めました。ちょうど転職を控えていたので、次の会社に就職するまでの2ヶ月ほど、日本に滞在することができました。私はまず、運転免許を取りました。 日本について調べてみたら、地下鉄やバスなど、公共交通機関がとても充実しているので、車がなくて生活するのには、全く不便がないということです。でも車があれば、必要な時に、どこへでも行けると思って準備しました。計画を立てながら知ったのは、多くのヨーロッパ人が一番行きたい国が日本だったんです。 日本の特別で多様な文化に魅了された人々が多いということを感じました。私の会社でも私が日本旅行を計画中だというとみんな羨ましがっていました。2ヶ月は長いようですが計画を立ててみると美しいところがとても多いので2ヶ月という時間が短く感じられるのです。できるだけ多くのことを感じたいので観光商品を利用して車を借りて自由に旅行するのなら 日本にますますハマりそうでした。やっと日本行きの飛行機が出発し、私はとてもワクワクして、長時間のフライトでしたが、よく眠れませんでした。空港に降りたら、ガイドさんの港が親切な笑顔で、私を迎えてくれました。日本について、何も知らないので、1週間はガイドさんと一緒に日本観光をすることにしたんです。 私たちは、まず宿に行くことにしました。ガイドさんは、特別に昔の宿を再現した宿を予約してくれました。伝統的な雰囲気の宿を見ると、まるでタイムマシンに乗って、時間を遡ったような錯覚に陥らせてくれました。でも、ドアを開けて入ると、施設は現代風になっていて、過ごすには全く不便を感じませんでした。特に、私は、宿の裏庭に作られている温泉が気に入りました。 観光をして帰ってきて、寝る前にお湯に浸かると、一日の疲れが全て消えるような気分になります。私は日本で過ごしながら、ずっと同じことを考えていました。こんなに良い国で、2ヶ月も過ごすなんて、本当にとても幸せとです。海外旅行に行ってきた友達たちの話を聞いてみると、観光地は不思議で楽しいが、数日通えばうんざりすることもあり、その国の短所が見えると言っていたんです。 でも不思議なことに、私は時間が経つにつれて、ますます日本が好きになりました。それは、美しい自然環境のためでもありましたが、日本人のためでもありました。夕方になって、ガイドさんと別れた後に、私一人で宿の外に出てみました。私が日本について調べるとき、人々が一番多く言うことの中で、夜に外出を自由にできるということが、とても良いという口コミが多かったんです。 それでガイドさんに聞いたら、外出をしてもそれほど危険ではないのですが、気をつけて外出されてくださいと言われたんです。ガイドさんの話は、正しかったです。 最初は、宿所を出ると、ちょっと怖くなり、人がたくさんいるところに行きました。ところが、そこまで行く道にも、制服を着た、若い女子学生や家族が、一緒に夜道を歩いていました。夜でも、こんなに治安が良くて、安全な国が、地球上に日本以外にあるのかと思いました。おそらく、賑やかな観光地以外にはないでしょう。私は毎晩、外出しました。そして、最終日の夜は、ガイドさんと一緒に、 川沿いに遊びに行きました。川のそばの芝生でレジャーシートを敷いて休むことができました。たくさんの人が出てきてお弁当やおやつを食べながらゆったりとした時間を過ごしていました。私は何枚も写真を撮って友達に送りました。 友達からはびっくりしながら、体に気をつけてという返事が来ていました。私は日が沈む川辺を眺めながら、このように平和に座って、美しい姿を見ることができるという事実に。 感激しました。私はガイドさんと一緒に過ごした1週間の観光を終え、長期予約をした宿に行きました。その時から私がもっとドキドキしたのは、もう本当に日本の公共交通機関を利用しながら日常生活をするということでした。私は宿にバッグを置き、レンタカー会社に行き、車を借りました。そしてまずスーパーに行きました。 日本ではどんな食品を買っても衛生や原産地に不安がないというのがとても良かったです。友達の中には中国に5ヶ月ほど住んでいた友達がいます。その友達はどんな国でも住み始めたら短所が見えて大変だから観光だけすればいいと言った友達です。仕方なく中国で5ヶ月も滞在しながら本当に多様なことを経験したようです。私に日本も中国と似ているのではと言いながら 街中では絶対に食べ物を買わずに、スーパーで物を買っても、本当に基調面にチェックしなければならないと、常に最新の注意を払っていました。そして、偽装した食べ物があるかもしれないという話もしてくれました。食堂で豚肉の料理を注文したんですが、魚を豚肉のように加工して出てきたり、 他の人が残した料理から具だけ取り出してまた煮込んだ料理が出てきたりしたそうなんです。私にもし日本の食べ物もおかしいと思ったらコンビニでお弁当のようなものだけ買って食べなさいとも言いました。それで私は日本に来る前にそういうのをたくさん探してみたんです。実際、中国では偽卵、偽ワカメなど食べ物の材料ではないもので食べ物のように作って発覚したケースがありました。 しかし、そういうのは中国が世界で唯一のようでした。特に日本の場合は本当に清潔で綺麗なことで有名だったんです。日本で過ごし始めてから私はますます日本が好きになりました。こんなところでは暮らせと言われれば暮らすことができるほど人々も親切で全てが快適でした。そして何より道路が本当に綺麗で、 道も平らで綺麗によく整備されていて、日本人たちの運転も尊敬するほど最高の安全運転でした。それで初心者の私が運転をするのにもとても良かったです。私は週末には少し遠いところまで運転してみました。都会を離れるとすぐ美しい自然に出会え、絵のような海辺を見ることもできました。 それから日本はアニメで有名なところじゃないですか。実際にアニメの背景として描かれた綺麗な田舎町もあるそうです。そういうところを訪ねてアニメのシーンと一緒に見比べるのも面白かったです。そうやってある日遠いところまで行きまた宿舎に帰る途中でした。横に見える夕焼けが本当にとても美しかったです。ところがその瞬間夕焼けに気を取られて車線を越えてしまいました。 すぐに気がつき、再びハンドルを回しましたが、道の信号機にぶつかってしまいました。幸いにも強く衝突せず、私も驚いただけで、怪我はありませんでした。レンタカー会社に電話をして、事故処理を終え、ようやくタクシーに乗って、宿に帰ることができました。ところが翌朝になって、本当に誰かが、私の体を押さえているかのように、全く起き上がることができなかったんです。私はびっくりしました。 確かに、昨日は普通に帰ってきて、シャワーして横になったんです。少しずつ体を動かせるようになると、私はすぐに病院に向かいました。怪我がなくて、幸いだと思っていたのですが、指先から痺れる感じがしました。その後、整形外科に行って、レントゲンを取って、検査をしてみましたが、やはり、怪我はしていませんでした。私は急に怖くなって、ドイツに帰るべきかどうか悩みました。それでも幸いなことに、 日本という国は医療先進国だったので、すぐに帰らずとも日本で少し様子を見ることができたということです。私は痛くて動けない状況ではありませんが、それでも体がずっと不自由な状況でした。私はガイドの港に連絡しました。実は一週間観光をしながらかなり親しくなり、一週間後には一緒に会って食事をする約束もしていたんです。 すぐに日本で助けを求める人がいなかったので、奈子のことが浮かびました。そして、車の事故の話をしました。奈子は、びっくりしてすぐ私のところに来てくれました。そして、私と数日間一緒に過ごして、私の体の状態をチェックしてくれました。いっそのこと、どこか折れて手術をしなければならない。あるいは、臓器に問題が生じたとすれば、病院に入院して治療を受けるのでしょうが、 検査結果は問題がない状態で、ずっと体が凝っていて、不便な状況が繰り返されていました。その時、美奈子は私を連れてどこかに行きました。整骨院でした。漢方治療という話を聞いて、実は私は抵抗がありました。病院ではないところで治療をするというのが何か洗脳されているような気がしたんです。しかし、美奈子は笑いながら、 体をマッサージしてくれる場所だと思えばいいから行ってみようというのです。私は、奈子を信じて一緒に生骨院を訪れました。そして相談し、交通事故が起きる前からの私の体の状態と健康状態について話しました。 そして、事故が起きてから、どんな治療を受けたのかも、詳しく聞かれたので、真剣に答えました。そして、レントゲンのように写真を撮るのではなく、首から体の隅々まで触ってみていました。その時まで、私は信頼できませんでした。目を閉じて手で私の骨を感じるような姿が、まるで私を騙しているように見えたんです。 急に全身がおかしいと言って、とんでもない治療をしろと言われそうな状況でした。ところが、急に小さな針のようなものを持って来られたんです。首と肩の部分に針を打つということでした。私は、とてもびっくりして、ベッドから飛び起きました。このような治療があるということは、話だけ聞いていたのですが、実際に自分の体に針を打つと思うと、とても怖くなりました。 初日は私が拒否したので、理学療法と電気治療だけしました。治療を受けながら、心の中で私は明日からは絶対に来ないようにしようと決心したんですが、治療が終わって、ベッドから起きたらなんだかスッキリした感じがしたんです。私は理学療法などで体をちょっとほぐしてあげたからだと思って、その日は家に帰りました。 ミナコは、私が嫌だと言ったら仕方ないと言って、明日起きて決めてもいいよと話してくれました。ところが、とても不思議なことに、翌朝、久しぶりに、体がちょっと楽になったような感じがしたんです。事故が起きて以来、毎日だるかった体がスッキリして、不思議でもあり、とうとう私からミナコに整骨院で治療を毎日受けなければならないという話をするようになりました。そして、その日は、針も打ってもらいました。 感染などの心配をしていたのですが、使い捨ての針なので、そんな心配はいりませんでした。針を打ってもらうと、本当に嘘のように、首から肩にかけて、軽くなったんです。そして、その日以後、私は毎日午前中に、整骨院に立ち寄って、針を打ってもらい、昼間にはしたいことをすることができました。毎日、理学療法と合わせてずれた骨の部分を、 少しずつ調整する施術をしているので、以前から少し曲がっていた腰や首などがまっすぐに伸びるような感じもしました。当時、私の両親は私に早く帰ってきて病院の治療を受けろと言って毎日怒っていたんです。 私は治療を受けているので、まず計画した日付までは治療を受けると先延ばしにしていた時でした。どうしても両親には整骨院に通っているという話をすることはできませんでした。きっと私よりも驚くと思ったんですよ。ところが私の体がだんだん良くなって、最後に治療を受けた後、私は両親に率直に話しました。そして最初に私が信じられなくて、 不安だったことまでも話をし、それでもずっと通ったら体が全部ほぐれてとてもスッキリしたという話もしました。もし病院に通っていたらずっと筋肉弛緩剤のような薬を飲んでいただろうというと母も同じことを考えていたようです。 整形外科に行ったら絶対に薬で治療するでしょうから、ところが薬を飲まずに体調が良くなったというと、母もとても不思議そうに喜んでいました。私は日本で本当にいろんな経験をした後に、 ドイツに帰国してすぐまた日本に戻りました。私一人ではなく両親と一緒にです。以前から父は腰の骨が少しずれていて無理をしたりするといつも炎症が起こって痛がっていたんです。薬を飲み数日間だけは良くなることを繰り返していました。それで整骨院で少しずつ骨の位置を調整する治療を受けるために連れてきたのです。両親も2ヶ月間日本に滞在して とても楽しくて、幸せな時間を過ごして帰りました。それ以来、私はずっと日本で過ごしています。どちらにしろ転職しようとしていたので、日本で職を見つけて、暮らしたいと思うようになったんです。私は今、とてもワクワクしています。皆さん、ぜひ私の応援をお願いします。あなたたち、どうかしてますよ。気を失って倒れた夫と一緒に、病院に駆けつけた外国人女性がいます。 彼女もやはり今にも死にそうな姿をしている肝臓がん末期の患者です。二人とももう死が近いと思っていた彼女に医師が手紙を渡します。その手紙を読んだ女性はその場に座り込んで号泣します。この女性には何が起こったのか一緒にお便りを見てみましょう。こんにちは。私は30歳のモナコ人女性、ケリーと申します。モナコはとても小さな国です。 世界で2番目に小さい国だと聞いています。しかし、美しいところが多くて、観光客がたくさん来るところです。両親は、新婚の時から、食堂を経営しており、最初は2人だけで経営するような小さな食堂でしたが、その後は、かなり規模のある食堂に発展したそうです。そうするうちに、母が癌で先に亡くなり、 幼い頃からよく食堂で働いていた私は旅行に来た多くの観光客を見ながら育ちました。そのためか外国の人に会うということ自体に拒否感がなくむしろいろんな国の人と出会いたがっていました。そしてこのように世界各国の人々に出会える仕事に就きたかったです。高校を卒業してから私はお土産品のマグネットを作って売り始めました。どこの国も旅行に行くと その国の観光地や特産品などが描かれたマグネットを売っているじゃないですか。よく冷蔵庫につけるので、冷蔵庫マグネットと呼んだりもしています。モナコにもそういうのをたくさん売っているんですが、工場から出てくるマグネットはすべて同じものなので、特別感というのはありませんでした。それをずっと見て育った私にとっては、特に綺麗だとは思いませんでした。 私は自分だけの特別な形を作りたかったし、多様な材料を利用して作ったら、お客さんにかなり人気を集めるようになりました。私は大きな店舗を手に入れ、様々な小物を売り始めました。店舗内に作業室を設けて作業を行い、他の空間では様々なお土産を販売したのです。私がマグネットを作る姿を見るために、入ってくる方も多かったです。 その中でも特に中国人は立ち入り禁止にしたいほど最悪のお客さんでした。彼らが入ってくるだけで売り場が大騒ぎになるほどでした。小さな小物を手に取ってそれをどこにでも置くせいで他のものと混ざってしまうし、想像しく大声を上げながら話をするので気が気でなかったです。それで中国人観光客が入ってきた後はしばらくドアを閉めて 店内の整理をしなければなりませんでした。ところが、日本人は全く正反対でした。彼らは入ってきた時から、笑顔で親切に先に私に挨拶をしてくれました。そして、私が作業をしていたら、お互いに静かにしろというポーズをしました。 私は特別に集中を要したりはしなかったので大丈夫だと言ってお客さんと対話をしたりしたのですが率直に言って中国人のお客さんは私にしきりに中国語で話すので彼らが入ってくると 関わりたくなくて、あえて仕事に集中するふりをしました。でも、日本人たちはお年を召した人たちも、なんとか英語で話をしようとしていて、若い人たちはアプリを利用して、フランス語で私に質問をしたりしました。モナコは、ほとんどフランス語を使っているので、日本人のこのような真心はいつも私を感動させてくれました。そして、どんなものを触るときも、気をつけて触るんです。 他の人のものをむやみに扱う姿を一度も見たことがありません。どうやってすべての人があんなに正しい行動ができるのかといつも驚かせてくれます。また私が作った作品を見るときも中国人の表情を見るとこれは大したことないなという表情をよくします。中国には特別な職人が多いという話をよく聞きましたがそのためではないかと思います。 しかし、日本人はいつも私が作業する姿を見ながら簡単し、とても丁寧に気になることも聞いてくれ、触ってもいいかとも聞かれました。正直、日本こそ職人が多く、手先が器用な人が多いことで、有名じゃないですか。それでも、一度も私を馬鹿にするような行動をしないのを見ると、国による人々の特徴だったようです。とにかく、そんないろんなことを経験したら、 私にとって日本人は本当に真面目で誠実な人というイメージが完全に固まったんです。ある日私は一日中ごった返していた中国人観光客にとても疲れていたので店を早く閉めて夕焼けを見るために出かけました。観光客があまりいない私だけの秘密の場所があるんですよ。ところが店を閉めようとしたら店の前で猫を触っていた男性が 申し訳ないと言って、少し移動してくれたんです。一目で見ても、彼は日本人でした。東洋人の中でも、日本人は体格が良くて、顔がハンサムなんです。実は、服の着こなしだけを見ても、さりげなくおしゃれをしていて、日本人だということがわかりました。慌てたように、彼は今、お店に入ろうとしたんですが、もう閉店ですか と聞くのです。カバンから鍵を出していた私の姿は、誰が見てもドアを閉めようとする姿でした。しばらくして彼は私が明日また立ち寄りますと、笑顔で言いました。私は彼に観光客かと尋ね、彼は到着して3日目になり、あと1ヶ月も残っていて、時間があるから大丈夫だと言っていました。その時、私はどこからそんな勇気ができたのか、 彼にもしよろしければ、私と一緒に夕焼けを見に行きませんかそこは観光客たちはよく知らないところなんですよ。私はここの店の店長で、身元は確かじゃないですかと聞いてみました。彼はしばらくの間、何も話しませんでした。そしてすぐにそれでは一緒に行きます。ありがとうございますと答えました。そうして私は日本人のアキラとの出会いが始まりました。 彼は、これまで出会った人たちとは違って、親切で真面目な人でした。本当に会えば、会うほど夢中にさせてくれる人でした。彼と出会って、私はとても幸せだったし、彼が日本に帰るという日が近づいてくるのが不安でした。もし彼が日本に帰ってしまえば、私との時間をすっかり忘れて、私と別れるのではないかと、心配になりました。1ヶ月という時間が、そんなに早く過ぎるとは思いませんでした。 実は、アキラに会いに、日本に行きたい気持ちが、とても大きくなりましたが、日本に行くことは、容易ではなかったです。アキラは日本人だという理由で、世界のほとんどの国を、ビザなしで行くことができました。しかし、私はそれが不可能でした。ヨーロッパ人なので、アジアよりも先進国だと思ったりしたんですが、現実は、全然そうじゃないんです。アキラは、自分が行きたかった国を自由に旅行していたので、 そんな事実さえも知らなかったのです。そんな姿を見ると、一方ではとても羨ましくもなりました。日本の国民は、とてもいい国に住んでいるので、そんなことさえ気にしなくていいという事実がです。そんな理由で、いつもアキラがモナコに来て、私に会わなければなりませんでした。私たちは、そのように変わらずに、愛を育てていました。 そして、父の健康状態が悪くなり、私は食堂も一緒に運営しなければなりませんでした。仕事で忙しくなると、体力的にも精神的にもきつくなり、アキラがもっと恋しくなりました。その時、ちょうど休暇をもらって、モナコに来た彼は私に、もうこれから自分が一緒にいられるという話をしました。私はびっくりして、どういうことか聞きました。 これまでモナコでの仕事を探していた彼は、モナコに旅行に来る日本人のガイドの仕事をすることになったと言いました。日本の旅行会社で、モナコの観光を新しく開発したのですが、現地ガイドの中には、日本語ができる人があまりおらず、日本人の中には、モナコまで行って暮らしたいと思う人がいなかったということです。 そう考えると、自分は完璧に条件に合う人だったし、すぐに採用されたということでした。アキラはフリーランスで映像関連の仕事をしていた人だったので、両方の仕事をすることができました。これまでは一つのことだけで、モナコまで来て暮らすには、ちょっと厳しいと思っていたし、モナコでできることを調べていたそうです。そのようにして、私たちは、アキラの勇気ある決意によって、 婚約することができました。私はこれ以上の幸せはありませんでした。そうやって結婚を準備していたんですが、私はとても大変でした。父の体調がさらに悪化する前に結婚式をするために急いでいたので、考えることも多かったし、時間も足りなくて本当に大変だったんです。そこに食堂も運営しなければならなかったし、私が運営していたお土産売り場もあったので、 気が気でなかったんです。そのため、結婚の準備は、アキラがほとんど一人でしなければなりませんでした。自分があまり助けてあげられなくて、申し訳なかったです。ある日、退勤した私を見て、アキラは驚いた目ですぐに病院に行こうと言ったんです。私はなぜ彼が急にそんなことを言い出したのか、わかりませんでした。でも、私の顔が完全に黄色くなっていたんです。 鏡を見た私もびっくりして、すぐ病院に行きました。ところが、病院に行って、もっと衝撃的な知らせを聞くようになりました。私が肝臓がんになったということです。私たちは、二人で抱き合い、本当にたくさん泣きました。私の病状は、すでに進行していたので、肝臓移植以外に方法がないという話を聞きました。 そして、モナコでは、肝臓移植ができる医師がいなかったので、私は、その時から、余命を宣告された人生を送ることになったのです。結婚を準備している間に、こんな話を聞くなんて、まるで私がこの世で一番不幸な人のようでした。そして、アキラを手放そうと思いました。闘病生活が始まれば、 これ以上幸せな日がないだろうから、これ以上彼と一緒にいても彼をさらに苦しませるだけだと思いました。しかし彼は私と別れるつもりはないと言い意地を張り始めました。そして彼は結婚式が終わったら婚姻届を出して日本に行こうと言いました。私はとんでもないと言いましたが結婚してからは日本に行くのが少しは楽になるのでどうしても日本に行かないと 私は死んでしまうということでした。その時はあまりにもアキラが強く言うので、アキラが怒ったような気がしたんです。私はアキラにどうか私から離れるように言いましたが、彼は決してそんなことはしませんでした。ある日は泣きながら私たちに時間があまりないと思ったら、今のこの時間もとてももったいない。だからどうか余計な話をしながら、時間を過ごさないようにしようと愛願するんです。 私は、その姿を見て、利己的な人になることにしました。後で私が死んで、アキラが辛くなったとしても、生きている間は、アキラと一緒にいようと決心したのです。彼は私によく考えてくれたと言いながら、早く日本に行く準備をしようと言いました。そうして私は夢にも描いた日本に来ることになりました。数年間アキラに話だけ聞いて、 映像だけ見ていた日本に到着するや、いなや、かなり驚きました。これまでモナコでは見られなかったビル群と、広くよく整備された道路を見て、まるで未来都市のような印象を受けました。私は日本について、すぐに病院に入院しました。そして、簡易式の待機者リストにも、名前も載せました。 肝臓移植の条件が合う人が現れたら、私は生きられるんです。モナコでは生き残る方法が全くなかったのですが、日本に来てから希望が感じられたんです。そのように、日本で私たちはとても幸せな時間を過ごしました。私の闘病のために、病院もたくさん通い、大変でもありましたが、 その一方で日本で過ごす時間が良かったんです。私たちは日本の地方都市で家を借りて住んでいました。空気もいいし、とても美しいところでした。電車の駅のベンチからは海がすぐ見え、そこに座って何時間も海を見たりもしました。そしてある日、私の治療のために病院を訪れたのですが、その日に限ってアキラの顔色が良くないんです。 それから突然倒れ、ちょうど病院だったので、医師たちが駆けつけて、彼を運びました。ところが、彼のところに走ってきたある医者が、アキラの名前を呼ぶんです。そして、医師たちが駆けつけて、救急室に入って、しばらく連絡がありませんでした。そして、次の日の明け方、病院のお医者さんは、私を呼んで、すぐに手術準備のために入院するようにとおっしゃったんです。 奇跡のように、私の肝臓移植が可能になったのです。しかし、アキラが危険な状況で、私は手術をすることはできませんでした。その話をすると、お医者さんは衝撃的な話をしました。肝臓の寄贈者が、ご主人様のアキラさんです。今、アキラさんはどうにか生きている状況で、私たちの予想では、数時間で天国に行くと思います。すでに、奥様に肝臓の移植と検査。 手術費用まで、会計もご主人様が済ませられましたという話をしました。そして、何かを私にくれました。そこには、あからが書いた手紙がありました。多分、この手紙を読んでいるということは、あなたはショックを受けている状態だろう。私はすでに、悪性の腫瘍末期の診断を受けていて、それで全てを捨てて、あなたがいるモナコに行って、あなたと結婚することにしたんだ。 ところがあなたが肝臓癌にかかったという事実にあまりにもあっけなくなってどうすればいいかわからなくて一緒に天国に行けることに感謝をしなければならないのかとも思ったよでもあなたと一緒に日本に来て検査を受けて奇跡的に私があなたに肝臓をあげることができたの私はもうすぐ遠く離れてしまう人なのにあなたが私のおかげでまだ人生を生きられるならとてもありがたいことだ だから、必ず元気に暮らさなければならない。私はいつもあなたを応援しているよ。愛しているよと書いてありました。その時は、私の命が大事だという考えより、アキラの肝臓をもらって、命を大切にしなければならないと思いました。今、私は手術して、5年が過ぎました。まるで、自分の体の一部だったように、ちゃんと適応して、私はとても元気になりました。 私はまだ日本を離れることができません。ここでアキラといた、たった数ヶ月の時間を忘れられなかったんです。今も私は、日本でアキラにいつも感謝しながら生きています。お母さん、僕はとても怖いです。野球場の電光掲示板に、他の人とは違う外見の外国人少年と、母親が写っていました。 驚いた少年は母親の胸に隠れながら涙を流しています。大声を出して物を投げつけられると言いながら泣いていた少年は隣にいるある男性の話を聞いてやっと顔を上げて画面を見ます。その瞬間、少年と母親は感動の涙を流し始めました。彼らにどんな事情があるのか一緒に見てみましょう。 こんにちは。私は大切な息子ケビンと一緒に日本に住んでいるベルギー人女性です。日本ではケビンと一緒に幸せな人生を送ることができるという確信を持ってきたんです。ベルギーではとても大変な生活を送っていたからです。私は子供の頃、両親の愛を受けずに育ちました。家が貧しかったので、経済的に余裕がなく、両親はいつも忙しく過ごしていました。 兄と私に高校を卒業したら、すぐ就職をして、家にお金を入れてくれなければならないと言いました。私は勉強するのが楽しかったし、実際にはかなり得意でした。それなのに、両親は授業料を払うことができないから、勉強を続けることは考えるなと言いました。実際に、兄と私は、大学進学は夢にも思わなかったです。兄は、高校を卒業して、他の地域に就職して家を去り、 私は学校に通っている間も父の仕事を手伝わなければなりませんでした。大工として働く父は仕事が多い時は私を連れ出しました。そんな日は学校に行けませんでしたが、そんなことは父には関係ないことでした。実は私は父についていくのがとても恥ずかしかったです。 そこには女性がいなかったし、私が行くたびに、人々は皆、父に勉強する娘を、なぜ連れてきたのかと言いながら、嫌味を言うんです。それでも、父は恥ずかしがりませんでした。実は、私は学校を卒業したら、看護師になりたかったんです。しかし、それは私の高望みの夢でした。試験を受けるためには、勉強をしなければなりませんが、父は、私が他の勉強する時間を与えなかったんです。 卒業する頃、父は高所から落下する事故に遭い、足を動かすことができなくなりました。私はすぐに家の整形の責任を負わなければならなかったし、やむを得ず、これまで父から学んだ大工の仕事をし始めました。そのように、私は女性の大工として仕事をすることになりました。最初は両親を恨み、 腹も立ちましたが、病気で横になっている父を見ると、知らないふりをして生きることもできませんでした。大工の現場職は女性の体で働くにはとても大変でした。私は歯を食いしばって厳しく耐えなければなりませんでした。 そんな中、日本人のヒロシおじさんに会いました。おじさんは、日本で大工として働いていた人でした。おじさんは、現場で一番仕事ができる人として有名で、どの現場でもおじさんは引っ張りだこでした。おじさんは、英語もとても上手で、とにかく大工の腕が良かったです。みんなおじさんが日本人だからだと言うんですよ。 私は、それは何の関係があるのかと思ったんですが、そばでおじさんを見ていたら、本当に真面目で貴重面でした。何より実力がすごかったです。細かくて正確だったんですよ。そして、他の大工たちは、現場で楽な方法を使ったり、費用を削減するために、少し雑に思考する時があります。しかし、おじさんは、人が住むところをそのように建ててはいけないといい。 絶対に両親を捨ててはいけないと言いながら仕事をしていたそうです。大工は仕事ではチームを組んで仕事をします。私はおじさんのチームに入ることになり一緒に仕事をすることができました。おじさんは小柄な女性が大工仕事をするというので最初は心配していたのですがなかなか上手だとたくさん褒めてくれました。そして私に技術を教えてくださりました。父と一緒に仕事をしていた時とは とても違いました。父は私にお使いをさせるだけで何も説明をしてくれたり教えてくれたりしたことがなかったんです。それで父と働く時はとてもうんざりしていましたがおじさんと働く時間はとても楽しかったです。毎日新しいことを学びながら自分の実力がますます良くなるのが目に見えて実感できました。また技術とともにおじさんは私にどんな心構えで仕事をしなければならないのか 生きていくべきなのかも教えてくれました。自ら両親を大切にしながら仕事をしなければならず、周りの人々を配慮しながら、一緒に力を合わせなければならないということも教えてくれました。おじさんは、私に技術だけを教えてくれたのではなく、 人生でも最も大切なことを教えてくれる先生でした。そして親切な周りのおじさんたちは皆、私の父より私をもっと気遣い、私をたくさん手伝ってくれました。無理に始めたことが、 ある瞬間、私にとって一番大切なことになりました。何年か仕事をして、私もおじさんから独立して働けるようになりました。私が新しいチームを作って、大工を連れて仕事をしました。いつの間にか、私は仕事ができることで有名になりました。おじさんに教わった通りに仕事をして、その姿は他の大工さんたちより優れた実力だったので、認められたものでした。そんなある日、ある会社から 家屋を建てると連絡が来ました。担当者に会って仕事を進め始めました。そのように2年間会社の担当者と毎日会っているうちに、いつの間にか親しくなり恋人関係になりました。 そして、その人と結婚までするようになり、誰よりもおじさんがとても喜んでいました。毎日恋愛もせずに、仕事ばかりしていると心配されていたのですが、結局、現場で出会うとは思わなかったと言われ、誰よりも喜んで祝ってくれました。実はその時、私は両親の病院費のために、貯金もあまりありませんでした。結婚準備をしている間も、父が病院に入院したせいで、費用がかかったんです。 夫にとても申し訳なくて結婚をしないという話もしましたが、それでも夫は自分が貯金しておいたお金でささやかに暮らそうと私を説得し、そんな苦しい状況の中で結婚をしました。結婚後はおじさんが新婚旅行に行ってこいと積極的に助けてくれました。 それくらいはさせてと言いながらお金をくださったんです。そこまでしないと新婚旅行も行かないということを誰よりもよく知っていたので、そうやって無理やり行かせてくださったんです。夫と私はおじさんのおかげで出会えたと思いながら感謝していました。 結婚してから私の人生がさらに安定したようで、とても幸せでした。そして妊娠し、私はやっと自分も幸せな家庭を築き、豊かに暮らせるという希望を抱いたんですが、そのすべてが父のせいで狂い始めました。足を自由に動かせないので、車椅子に乗らなければならないのに、父は車椅子に乗って、外に出ることを嫌がっていました。 そのため、家にだけ閉じこもって暮らし、健康面がさらに悪化し、結局腎臓にも問題が生じ、また大きなお金がかかりました。子供のためのお金まで必要なので、とうとう夫も疲れていたようです。ある時から家に帰らない日が多くなり、 給料も家に入れませんでした。私は夫に申し訳ない気持ちが大きかったので怒ることもできませんでした。ところが夫は赤ちゃんが生まれる頃には私に認可された病院には行くなと言いました。 私は私が貯金しているお金で、病院で子供を出産するくらいは、なんとかなるので、嫌だと言ったんですが、夫はどうやって赤ちゃんを育てるのかと怒るんです。夫は、私に昔は、家で子供を出産していたが、お金がなければ、そこまででもしなければならない。あなただけが我慢すれば、産むことができるのに、わざわざ良い病院に行かなければならないのというとんでもないことを言い。 絶対に大きな病院には行くなと言いました。私は出産時に何が起こるかわからないので大きな病院に行こうとしたのですが、夫は私が楽になるために大きな病院に行こうとしていると思っていたようです。 そして、状況が厳しくなると、おじさんに助けてくれとお願いしてという話もし始めました。私は、暴言を吐き始める夫が怖くなり始めました。出産するときは、どうしても看板もない、小さな病院に行くことはできず、結局、自分の部屋で、陣痛が始まってしまいました。でも、体の調子が尋常じゃなかったんです。何時間も陣痛を耐えているのに、赤ちゃんが出てくる気配がないのです。 そうして力を入れていたら、私は気を失ってしまい、目覚めた時は夫が言っていた、どこかの路地にある許可を受けてもいない病院でした。そこで私は帝王切開で子供を産んだのですが、目が覚めても子供を見せてくれないんです。しきりに何かを治療中だと言いながらです。そして、2日後には、とても我慢できず、私が一人で歩いて、新生児室に行きました。 ところが、私はその場で大きな衝撃を受けました。そうです。赤ちゃんの顔全体に包帯が巻かれていたんです。私は、子供が何か大きな病気があったのかと思い、大声で看護師を呼び始めました。その時、駆けつけた看護師に聞いてみると、手術の途中、医師はメスで子供の顔に傷をつけてしまったということです。 それでも、夫は私に何も言わなかったのです。どうやら自分が連れてきた病院で起きたことなので、言えなかったようです。その後、私が退院した後に、赤ちゃんを連れて、別の病院に行って、治療を始めました。子供の顔にできた切り傷は、その場で急いで適当に付け直すために塗ったもので、子供が大きくなると、さらに醜く変わっていきました。夫は、最初は子供と私に申し訳ないと思っているようでしたが、 あとには、そんな申し訳ない気持ちもないようでした。仕事もしないで、毎日裁判所に行くといい、外を歩き回って、外泊まりをしたり、夜遅く帰ってきました。病院で時短金をもらわなければならないと言いながらです。 私は、まずお金を稼がなければならないのではないかというと、毎回、おじさんに助けを求めてみろというので、私は徐々におじさんとの連絡も立ちました。そのうちに、夫が本当におじさんを訪ねて、お金をくれと言いそうだったんです。そうして私は父のようなおじさんと縁が切れてしまいました。そして、とても腹が立った私は、直接病院を訪ねました。 どうして自断金を払わずにいるのか問い詰めようとしたんですよ。病院のせいで私の家族がめちゃくちゃになったんですよ。ところがその病院ではすでに巨額のお金を夫に渡していました。とても大きな裏切りを感じました。ところがさらに呆れたのは夫にはすでに私の出産前から他の女性がいて病院で受け取った自断金もすでにその女性とふんだんに使っていました。私はすぐに彼を訴え。 離婚書類も用意しました。結局、そのように夫と離婚し、遺写料はあまりもらえませんでした。彼が持っているお金があまりなかったんです。残ったお金はもちろん、これからもっともらわなければなりませんでしたが。 すぐに彼はお金がないという理由で、これ以上はもらえませんでした。私はそうやって一人でケビンを育てながら暮らし始めました。ケビンが怪我をした直後に大きな病院に移ったなら、おそらく今のような姿ではなかったでしょう。ところが驚いた医師が、その場で急いで大まかに処置をしたので、ケビンの顔は、後で治療をするにも深刻なほどの傷になったのだそうです。ケビンがますます大きくなるほど、 傷跡はさらにひどくなり、だんだんと顔が二つに分かれたようにもなったんです。当然、学校では子供たちの笑いものになり、先生たちも拒否感を表したりしました。ケビンも外に出るのを嫌がって家にだけいる時間が増えました。そのように毎日家でテレビばかり見ていたケビンは、 いつの間にか野球に夢中になったのか野球番組をよく見ていました。私はケビンの街で運営する野球クラブに行かせることにしました。野球をしていると子供同士が仲良くなるかもしれないし、ケビンにも好きなことをさせてみたかったんです。ケビンも野球が本当に好きなのか反応が良かったです。そのようにクラブに加入して練習には5回参加しましたが、 結局、母親たちの抗議で出場することはできませんでした。久しぶりに好きなものを見つけて幸せそうだったケビンに、あまりにも大きな失望感を与えたようで、申し訳なかったです。その日に限って、とても悲しくて、ケビンを寝かせて、お酒を一杯飲みながら、たくさん泣きました。そうしていたら、急におじさんに会いたくなりました。私は、酔った勢いで勇気を出して、おじさんに電話をかけました。 ところが、おじさんは、優しく私を嬉しく受け止めてくれました。それからすぐ家に来るように言われました。私は翌日、ケビンと一緒に、おじさんの家に、夕食に招待され訪れました。到着するや、いなや、奥さんと抱き合って、またたくさん泣きました。ところが、ちょうどおじさんの息子と娘も来ていました。 彼らは、ケビンを見ては、皆一度ずつ抱いてくれて、嬉しいと挨拶をしてくれました。ケビンは生まれて初めて、他の人たちが自分を歓迎する姿を見て、とても喜んでいました。そのように、私たちは数年ぶりに会って、今までの溜まった話をしながら、夜明けまで楽しい時間を過ごしました。その日以来、私たちは、おじさんの家の近くに引っ越し、 おじさんは、ケビンのまるで孫の面倒を見てくれるように、とても可愛がっていました。そしてある日、私にケビンを連れて、日本に行きたいとおっしゃったんです。日本は野球で有名な国なので、 ケビンに試合を必ず見せたいと言っていましたね。その言葉に、ケビンは大声を出して、リビングを走り回りました。私はとてもありがたくて幸せでしたが、一方では心配になりました。日本に行くと、もっと大きな怪我をするんじゃないかと思ったんです。ところが、ケビンがとても行きたがっていて、おじさんのことも信じていたので、私たちは、みんなで野球シーズンに合わせて、 日本に行きました。日本人たちは、ケビンの顔を見て、一瞬驚いた表情をしますが、それでも、すぐに微笑みながら、挨拶をしたり、握手をしてくれました。私はとても感動して、後ろでこっそり涙を拭ったりしました。そうするうちに、突然、電光掲示板に、ケビンと私の姿が映ったんです。 その瞬間、大きな画面に出てきた自分の姿を見たケビンは、私の後ろに隠れていました。監修は一瞬何の音も立てず、その数秒の静寂が、私には一時間ほど長く感じられました。 ところがその瞬間、監修が拍手をしながら、看護し始めました。勇気をもらったケビンは、慎重に顔を出し、人々は、より大きな歓声を上げ始めました。そして、前後に座っていた監修が、ケビンを抱きしめてくれました。その瞬間、私たちは皆、感動の涙を流し始めました。 その日以降、私は日本で暮らしたいと強く思うようになりました。今、私たちは日本でおじさん家族と一緒にとても幸せな人生を送っています。ケビンも日本で新しい友達を作り、また日本の医療技術で治療を受けてますます良くなっています。私はケビンと私に新しい人生に導いてくれたおじさんと日本という国に一生感謝しながら生きています。 日本は本当に最高の国です。